皆さんこんにちは、フジテレビアナウンサー長島優美です。今日は私のプライベートメイクをご紹介したいと思います。洗顔をしてこの日焼け止めの下地を塗ったところです、はい、今日はプライベート、ちょっとテレビではやっぱり少し濃いめに載せてるので、そうじゃない少しナチュラルなメイクをご紹介できたらなと思います。まずね、このメイク中に髪を立ち上がらせるために、今もうちょっとこれ立ち上がってるんですけど、もう作ってもらった後なので、ちょっとこれをキープするためにいつもこうやってよくもうこのちっちゃいピンでこうやって上げます。そしたらうまくこういうかき上げヘアの元ができるので、前髪はちゃんと固定してしっかりキープしてます。じゃあ私が今塗ってるのはこの日焼け止めベースクリームっていうもので、保湿ちゃんとできるもので塗ってます。で、下地だけでもしっかり土台はできるんですけど、 T ゾーン、よくテカルって言われるところ、ここにだけこれを入れます。さらに重ねてこれ入れるだけで変なテカリが出ない。これぐらいですかね、もうほんとちょこっとだけ、こことここだけ入れます。こんな感じで、でその後ファンデーション塗っていきましょう。ファンデーションはこの2つを混ぜるんですけど、4対1ぐらいでちょっと混ぜて、少し暗めの色を私は使います。まあ、ほんとちょっとだけでいいんですけど、これ難しいんですよ、ほんとこれぐらいの、これをここで混ぜて、こんな感じで、でこのスポンジで押さえるような感じですかね、トン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 っていう感じでのせていきます。このちょっと余ったファンデーションはこの首元も押し入れます。ここで色が変わっちゃうと、あ、化粧してるっていう風になっちゃうので、すごく厚化粧みたいに見えちゃうので、しっかりここは馴染ませます。で次はコンシーラー、なんかペンシルタイプ、こうやってひねったら出るんですけど、で見せていきます。ここにもこうやって、これも指でトントントンって叩く感じでなじませます。でちょっと下に手についたコンシーラーをまぶたにも少しのせます。それだけで目のくすみが取れます。で、あとその縁周りもしっかりくすみを取りたいので、唇の輪郭をこのコンシーラーでしっかり作ります。早めのリップ、アイメイクする前にリップ塗ることで唇が保湿されて、最後口紅を塗るときにすごくふっくらした唇に仕上がってます。私は綿棒でちょっとちゃんと周りのファンデーションとさっき塗ったコンシーラー整えます。でこれが結構ツヤ感が好きでプルンってなるので、うん、もうずっとこれ使ってますね。で眉毛描いていきたいと思います。ペンシル使います。ちょっと茶色ですね、黒ではなくて。ああ、もう眉毛、眉毛って一番難しいんですよね、いつも。ああ、ちょっと今日は絶対失敗しないぞと思って毎日挑んでるんですけど、ちゃんと眉山を丸く作って、真顔の状態でも優しい表情に見えるような眉を意識しています。そう、やっぱ眉毛で印象って変わると思うんで、ここはねしっかり入れたいんですよね。よし、これぐらいかな。で、眉マスカラです。明るい茶色ですね、これを使います。
この液がつきすぎると張り付いちゃったりするので、必ず一回こうティッシュで拭いて毛の流れを大事にちゃんと塗ってきます。ちょっとコームもすぐやると色が落ちすぎちゃったりするので、少しだけ乾かしてからこのコームでちょっと眉の流れをしっかり作ります。次はアイシャドウに移っていきたいと思うんですけど、明るい色のこのカラーを少し手に取って、ほんの少しアイホール全体にのせます。色はですね、これね、白に近い明るいベージュみたいな、ラメの粒子が細かくて綺麗な光り方するんですよね。で、明るい色なので、私あの目の上にこうくすみが出がちなので、それを少し消す意味でこれをアイホール全体に入れます。で、どうしよう、今日はプライベートメイクなのでピンクとか紫、この茶色が本当に万能で、これを使って今日は普段のプライベートメイクしていきたいと思います。まずこの薄い紫、これを少し手に取って、なんとなく、うん、でこのブラシを使ってこの茶色ですね、この明るい可愛らしい茶色を入れていきます。二重幅より少し上ぐらいまで入れちゃいます。指原さんの指原チャンネルを私好きでよく見てるんですけど、 YouTube なんか半目メイクって指原さんがすごい言ってて、なんかだいたいこうやって喋る人ってあんまりいない、こうやってちょっと半目で人間喋ってるから、メイクするときにこうやってやっちゃうと喋ってる時の印象と違っちゃうから、こうやってちょっと半目になりながらメイクするのはいいんだって、すごい、もう私指原さんYouTube ですごい学ばせてもらってるんですけど、控えめな感じ入れます。で、この色を、この目の下、目尻にかけて下もちょっと入れます。うん。で、色を感じたいのでこの一番濃い紫を少しだけ、ほんの少しだけ入れていきます。もうこの際だけちょこっとだけ入れる、これぐらいでいいかなこの使い古したアイシャドウ、この茶色のラメが結構キラキラしているもの、これを少しだけ取って黒目の上にさらにラメ感をちょこっと乗せると結構綺麗に映えるので、こうやって乗せてちょっと手で縦に広げます。このピンクのラメがあると思うんですけど、結構薄めのピンク、これを黒目の下にほんの少し、もうほぼ見えないですけど入れる。ほら、少しだけわかるかな。はい、アイシャドウは終了で、アイラインを入れていきます。アイラインはココアブラウン、茶色なんですけど、私は目尻の本当にもうここだけ入れます。自然な流れでスッと引きます。で、ビューラー、少しこうなってほしいので、ビューラーもただ上にするんじゃなくて斜め上に持っていきます。そうすると気持ち、なんか外跳ねというか、どうでしょうか。これでちょっとコームで整えな、どうかな、もう次のどうでしょう。両方とも上げてみました。目が開いた
かな。どうだろう。でまつげはマスカラをバサバサにしちゃうともうきつすぎる印象になるので、このマスカラベースだけ最近は使ってます。でこのマスカラベースがキープ力がすごいんですよ。マスカラベースの色が今出してみて透明ではない、ちょっと黒が入ってるんですけど真っ黒ではないです。でさらに繊維が入ってますね。そうです、こんな感じでしっかり透明で整えて、ちょっとマスカラの下地だけつけて、であとはもうじゃあ少しだけシェーディングをのせます。真ん中の色ぐらいですね、いつもを少し取って、これもなんか入れすぎると本当に悲惨なことになっちゃうのでふわっと入れるぐらい、うん、ちょっと飛んでるところ今さっと入れて、少しだけこのシェーディング取って、ここ眉から鼻にかけてのこの線のところに少しだけ入れます、色で。これをなじませて、この鼻のこことここにも少し入れてなじませて、チーク入れます。コーラルピンクですかね、オレンジ寄りですね、コーラル でこのチークブラシ、ハート型可愛いですよね。お気に入りのブラシ、これで頬骨にかけてのせていきます。あとはこのハイライト、このハイライトをこのブラシで、これもちょっと落として、ここです、ちょっとこう動いた時にテカッとする部分、ここにツヤ感を出すためにハイライトを少し入れます。これ入るだけで全然印象が違う気がする。で、ここも少しだけで、このハイライトをまた指に取ってほんの少しのせます。ここが光るだけでまたツヤ感が出ます。はい、で最後リップ、唇に塗りますが、私はこのリップライナーを使うようにしてます。形が左右対称じゃないので、それが気になるのでしっかりリップライナーで、あ、これちなみにちょっとオレンジっぽいコーラルっぽい色、あのチークの色とほぼ一緒です。少しだけほんのもう1ミリもいかないぐらいですけど、オーバーサイズに、そう、下もねこっちだけが少し上に上がってるので、がっつり入れちゃうと不自然になっちゃうので少しだけ入れて、で口紅の色はオレンジですね。リップライナーでかたどった中を塗ってきます。こんな感じで塗ります。うん、あ、完成しました。唐突。これで私の普段メイク、まあ、大体これぐらいの色味で、うん、少し控えめな、物足りないぐらいがちょうどいいっていうのをテーマに、はい、これぐらいで色をつけました。で、まあ、もうここでピンも外して、こんな感じですかね。忘れてました。そう、パウダーお粉、途中でファンデーションやった後にさーって塗る時もあるんですけど、最近私はあのこのパフ使わずにこのブラシでちょっと取って、これも少しはたいて、で終わった後に最後さささっとこうパフを貼る感じで粉をさっと塗って
終わり。これで私のプライベートメイク完成ですどうでしょうか参考になったかわからないですけど、はい、こんな感じでいつもメイクしてます。皆さん最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。いや、プライベート感満載でやらせてもらいましたが、少しでも楽しんでいただけてたら幸いです。フジアナチャンネルではこれからも様々な動画をアップしていきますので、ぜひ楽しみに待っていてください。チャンネル登録もお願いします。またです